ほらよ、おかわり。港に着いたら無性におっちゃんのそばが食べたくなってよ。食うか喋るか一つにしな。んじゃ食う。それよりどうだったんだ、上海での空手大会はよ。約束しただろ、優勝するって。そっか、やったか。よっしゃ、俺のおごりだ。何杯でも食っていいな。じゃあもう一杯。はいよ。ちょい待ち。ん？どうした？血の匂いがする。葉山くん冷たいな。月組ってさ、何でも調べるのがお仕事なんだっけね。船木くんだっけ、あの人から聞いちゃったあの人ね、死んじゃった葉山くんを助けに来たのにね。やめろ聞かせてあげるよ、どうやって死んじゃったかさやめろ。いいよ、逃がしちゃっても。昨日弥勒が遊んだんだし、僕だって遊びたいさお前もそうだろ、羅刹。いただきます。いただきます。朝からみんな揃って食事するのっていいです。いや、ねえ、皆さん納豆お嫌いですか？美味しいですよ。ああ、うまいぞ。このアジの開きだって。だったら私の分もどうぞ。椿さん、私にお紅茶を入れてちょうだいな。はい。私にもお願い。おいしいのに、どんなやつだった？わからねえ。二人だけど、すぐその場を離れちまったんでな。相当な化け物ってことかい。お前さんでも逃げ出すくれえの。おいおい、あたいは何者だ。ま、とんでもねえ奴だったな。でな、助けた奴のことなんだが。忘れちまったよ。じゃあな。ありがとうよ、カンナ。なるほど、今の半分の操作で十分に対応できるということか。昨日に比べたら皆はん断じや。量子水晶と同調してきとる。特に体調班の飲み込みは早いわ。では次、さくら。お願いします。さくら班、自分の気持ちだけで剣を振っとってもダメや。乗り方を後部に教わるんや。初めの出会いの悪さが未だに尾を引いてるようね。大丈夫やて、さくら班ならきっと。二人の心が通い合った時、たまげた力を発揮するで。
眠れないのかい？見回りご苦労様です。後部と心を通わせるか。大神さんはもう掴まれたみたいですね。いや、正直言うとね、俺もコーランの言ってることを未だよくは理解してないんだ。内緒だよ。そうなんですか？ただね、感じたんだ。感じた？ああ。初めてコーブと出会った時、呼びかけてくるような声をね。またその声を聞こうと心がけている。コーブの声ですか？